探偵というのはすごいですね。私なら移動や探索だけで精一杯になりそうですよ。それが短縮できればいいんだけどな。ティアラの話ですか？それは置いといて、この幻影城で言われてる噂みたいなもんはあるのか？ああ、それならありますよ。最近になって流行ったものですか。いいですよ。それなら、レミア様は亡くなられましたが、幻影城の主として満月の夜には蘇り、人を殺すらしいです。どこからそういう話になったのか。噂に尾びれはつきものだが、それが本当なら事件はまだ続くということになる。ええ、連続殺人事件になりかねないですね。レミア様は殺されたとお考えなのですか？可能性だよ。捜査中に自分の思いを投影させてはいけない。どんなにありえないことでも調査した結果がそれであるならば、それを信じるのが探偵だ。ですね。そうだ、シャーロット様がいらしていますよ。話を聞いてみてはどうですか？この事件が解決したら、あんたを助手に雇いたいね。同感です。本当ですか？助手というのは何が必要なんでしょうか？それは、だな。いいですよ。私が話しているので、先生は中に。やあ、シャーロット。サルカドという人物について話が聞きたい。サルカドですか？ああ、そうだ。特に遺言書公開の日について知っていれば嬉しいんだが。それでしたら、サルカドはあの日、誰かと会っていたような気がします。誰かはわかりませんが、ああ、大きな荷物を持っていたような。どんな様子だった？驚いていたとか、何でも構わない。それでしたら、そうですね。見かけた場所ですが、保管所あたりをうろうろしていたような気がします。保管所？ええ、古くからある城なので、いろいろと溜まったものを集めて置いておく場所があるんです。なるほどね。そういえば、今日は満月ですね。告白かな？いえ、全く。レッドグレープというのは？弁護士ですね。それ以外で気になることは？あなたですね。俺？あなたはマルセウスに指名されたそうですね。それが違うとでも？合ってますよ。それはマルセウスに助言したレッドグレープにつながることですからね。つまり、あなたをマルセウスに紹介したのはレッドグレープということです。